バブルラベは、フランス、奥下にー地域圏、アベロン圏のコミューン。バブルラベは、中央高地の南部、標高300メートルのところに位置する。サンタフリック都市圏の郊外コミューンである。タルヌ川支流のドゥルズ川がコミューンを横切り、ドゥルズ川とソルク川の合流点が近い。地名は869年と870年に、B 社バブラという綴りで証明されている。 B 社シャ・バブラとは、ガリア語から生まれ、語源は、ウアベロマイナスである。バブルの村の周りで、修道院は成長し、実際にドゥルドゥ川のそばにあった。1955年には、コミューンの名称がバブルラベとなった理由は、この修道院にある。862年、トゥールーズ・ハクレーモン一世は、バブル修道院を創設した、ベネディクト会派の修道士たちの共同体に、 バブルにある自分の土地を寄進した。1317年、第2代のアビニョン教皇ヨハネス22世は、ロデーズ司教区が広すぎると考え、新しい司教区の本拠地として、バブル修道院を選んだ。バブル司教区は、ロデーズ司教区から分割された約130の教区で構成されていた。司教区の創設は、教会参事会の創設と大聖堂建物の、 建設をもたらした。1568年、カルバン派の武装集団が、ユゼス公爵、ジャック・ド・クリュソールに命じられ、襲撃して、修道院と町を略奪し、住民を拘束して、身の白金を要求し、すべての公文書を焼き払った上、宝物と貴金属を盗み、大聖堂と司教宮殿を破壊し、町を焼き払った。1790年、バブル死教座は廃止され、 その後大聖堂はフランス革命後の1793年にラマルク将軍によってもたらされた二度目の第三次で荒廃した。彼はマラーの勝利の記念碑を作るため祭壇から大理石を取り外したのである。2016年時点のコミューン人口は1190人で2011年時点の人口より4.11%増加した。参照元 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。